河野県産5月14日から1983年10月16日は、日本の政治家。ジュニー、訓移当局日投下大受賞。参議院議員、衆議院議員、参議院議,議,院議長を歴任。神奈川県足柄下郡と横浜村に、河野自兵、民夫妻の三男として生まれる。河野一郎は兄、河野洋兵は老いにあたる。 神奈川県立小田原中学校時代から長距離選手として活躍し、早稲田大学在学中は競争部に入り、兄一郎と共に箱根駅伝の選手として活躍、二度の総合優勝を経験した。1923年早稲田大学専門部唱歌を卒業後、第二本人造肥料に入社した。兄の河野一郎が公職追放されたため、 1947年4月に、兄の代わりに、第23回衆議院議員総選挙に、当時の神奈川3区から出馬するが、時点で落選した。1949年の第24回衆議院議員総選挙に、再度立候補し当選した。しかし、兄一郎が追放解除となったので、1952年の第25回衆議院議員総選挙には、出馬せず、 兄と交代し、自身は翌年、1953年4月の第3回参議院議員通常選挙に神奈川地方区から立候補し当選した。当選直後は緑風会に所属したが、1958年1月に緑風会を離れ、自由民主党に入党した。参議院副議長などを経て、参議院自民党の重鎮として存在感を増す中、 佐藤栄作政権末期に持ち上がった、茂舟雄造参議院議長をめぐる問題で中心となって動く。茂舟は1962年8月から1971年7月まで3期9年にわたって議長を務め、参議院自民党は茂舟王国と言われるようになっていたが、河野はこのような長期独裁体制打破を求めて同年7月に、 参議院改革を内容とする河野所簡を発表した。河野の動きをきっかけに参議院自民党の中で新谷虎三郎、ザコ水久ヒ鍋島直明、半重宗の議員が桜井を結成。7月17日、自民党首脳部から造反した桜井と野党の指示を受けて、重宗の後継議長候補であった。 木内志郎を128票対118票と10票差で破って議長に選出された。当選後、自民党席を離脱し、在任6年間、参議院改革に努力した。河野は、議長当選後、議長の指摘諮問機関として、参議院問題懇談会を設置し、この答申を受けて、各派代表会議の結果、審議時間の確保。 紹介派への割り当て質問時間の増加、討議拘束の緩和、自由討議制の導入などの諸改革を試みた。また、1975年7月4日の参議院本会議で政治資金規制法改正案の採決の際、可否同数となり、議長決裁によって可決とした。議長が決裁権を行使したのは参議院史上初めてであり、 国会史上では1907年以来68年ぶりのことであった。後年校のは本来は議長としては否決するのが正しい方法だが、先に可決された公職選挙法改正案との関連性が強く、政治資金規制法改正案を否決してしまった場合には、両方の間に矛盾が生まれてしまうことを危惧して、やむなく可決としたと述べている。 1977年7月に議長を退任。学生時代に陸上競技で活躍したことからスポーツ振興に熱心に取り組んだことでも知られる。議長在任中の1975年、日本体育協会会長に就任。1976年7月のモントリオールオリンピックには日本選手団団長として参加した。 ただし1980年のモスクワオリンピックの際には従来親ソビエト派と見られてきたのにもかかわらず、清川昌司等の幹部の猛反発や選手団の参加要請を押し切って出場自体を決断し、物議を醸した。1983年に政界を引退した。同年10月16日、死去。去年82、法名はテルタケイン伝検。 王三元大孤児。なお、長男の河野哲夫は1983年の第38回衆議院議員総選挙に自民党の公認を得て神奈川2区から立候補したが落選し、続く1986年の第39回衆議院議員総選挙では無所属で再び神奈川2区から立候補したが議席には届かなかった。 河野健三から言葉んく定数後の同選挙区では自民党からは小泉純一郎のみが当選した。また新自由クラブからは田川誠一が当選したが田川は河野一郎の妻の老いであり、かつ河野健三と田川は共に債下や創業者の岡本伝之助の子供と自分の子供を結婚させた複雑な遠赤関係でもある。 同選挙区から唯一の自民党公認となった小泉は田川と共に当選した。ありがとうございます。